やば、このクオリティやばい、びっくりするぐらいコシある、超美味しいで、これ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、あのね、中尾のね、トップ5をね、食べてもらおうでね、買うてきたんですよ。めっちゃ嬉しそうやんか。そうなんですよ。やりたかったやん。そうやりたかった。リュウちゃんやったからね。いや楽しそうやな、俺もやってみよう。いや人の苦しむみたいなやつ。そう、それ見よう思って。けど、中尾やったね、僕ね。絶対いける。やってもらおうかな。いきます。お願いします。とりあえず5位からいきますね、またね。チーズ親子丼並で。ほうほう、なるほど。こちらですね。あれこれちょっと。あ、上からかける感じやね、多分ね。そういうことね。あ、めっちゃいい香りしてる。やば。やば、このクオリティやばい。このクオリティはほんまやばい。そうやね。これがチーズ親子丼。はい。どの辺がチーズの？あ、あらら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 、ら伸びてますわ。じゃあいただきます。はい。じゃあ。ん？あ。めっちゃ不思議な感じするんですけど。不思議な感じ？うん。出汁とチーズがめっちゃ不思議。はい、うん。あ、なんて言えばいいんだろう。卵とチーズと出汁が合わさって絶妙な香りを出してる。うん。なんかね、不思議な感覚だよ。不思議な感覚？うん。親子丼やんか。はい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 。後味のコクがめっちゃすごい。わー、チーズ入ってるしね、コクあるよね、そのね。うん、幸せそうな顔やね、うん、でもまだ5位やからね。まだ5位やからね。飛ばすわ。ちゃんと食べてよ、でもさ、はい、中尾やん、うん、僕、スキヤのトップ5でえらい目見てんけど。やばかった？やばかった。それ見てないな、それは。なんかね、うん、牛丼ばっかりやった。ベースの味一緒で、そうね、トッピングがちゃうけ、うん、ずっと同じはきついね。あ、もうなくなる。はい、完食です。では、次お願いします。はい、次は冷やし担々うどん。担々いけますか、柴田さん。辛いかもしれないですよ。いるよ。いけますか。いるや。あ、そうや、そうや、あれかけなあかんね、あれ。何？キャロライナリーパー。死ぬて。死ぬて。持ってこうかな、これ。え、いや、あかん。そっとしといて。僕のことはそっとしといて。これ何、どうなってんの。え、それ何やろ。え、何これ。あ、冷やし。あ、冷やし。あ、めっちゃ冷たいやんとか思って。そう、これをこっちにぶっかけるわけやな。そうやね、多分ね。そういうことやね。はい、オッケー。あ、全然あるやん、ね、めっちゃ怖い。どうすんの。顔ひし。あ、1個じゃ少ないから2個入ってね。1個でええんちゃう。いや、2個あるからね、2個かけましょう。いやいや、予備に入れてくれたかもしれへんやん。いやいや、かけなあかんすよ。なあ、そらかけなあかんね。え、ダメダメダメ。なんちゃうんま。開けへんってやっぱ言ってなっちゃうことちゃう。いや、入れなあかん、入れなあかん。ですやろ。オッケー、じゃあいただきましょう。はい、こちらです。はい、冷やし担々を。おー、ちょっと混ぜるね。はい。でもこんなん食べたことないねんけど。あ、でも知らないですよ、食べないと。いただきます。はい。匂いやばい。いや、なんかね、ごまドレッシングみたいな香りがする。辛いですか。辛くない。あ、ほな、持ってこなあかん、やっぱり。いや、うまい。これね、はい、めちゃめちゃうまい。マジで。うん、ピリ辛のピもない。ピもないの。うん、せーほな、やっぱかけなあかん。いやいやいや。でね、うん、でね、このね、麺、はい、はい、これが、めちゃめちゃコシある、はい、びっくりするぐらいコシある。超美味しいで、これ、うん、お前なんか、あれやね、しっかりしてね。うん、うん、だって、かまんとさ、はい、無理やもん。あー、しっかりしてそうやもんね、ほんまにね。肉味噌がまたうまいね。うん、辛そうに見えないね、結構ね。ごま油やね、ごま油とラー油。うん、うん、うん、美味しそうに食うね。うまい。ちょっと、はい、下の方ちょっとやっぱ辛いわ。え、汁飲むよ、それ。え、飲まな飲まな飲まな、その顔。いや、いい顔してるわ。なんで、いい顔してるな。なんでよ。まあ、おたくら人なんやと思ってちょっと今日はいじらしてもらいますよ。やっぱ辛いな。辛い、うん、はい、完食です。次はカツ丼。カツ丼ですよ、3位カツ丼。3位のカツ丼いただきます。はい。おー、でもうまそう。これはうまそうやね。
汁だくやねん、つゆだくか、ね、難しい。おお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 おね、ええ年したおっさんたちが、はい、おー入れるだけでそう結構分厚い。おもや中のカツン食べるの初めて。いただきます。どうですか。うまいじゃないか。うまいか。あ、ごめん、はい、ちょっと待って。水口の中辛いね。味分かれへんね。辛い辛すぎ。ほんまにピリ辛になってる、はい、うん。もう卵がね、はい、うん、甘いだしいっぱい吸ってて、ああ、うん、ね、ほんまに旬のやね、この元。うん、おいしいよ。おいしそう。なんかカツ丼うまいよね。カツ丼うまい、ね、僕もっと卵、うん、なんていうこのトロトロの方がいい。半熟系。もっと半熟がいい。まあ俺もその方が好き。なるほど。はい、うん、お腹は今何割ぐらい2割まだ、うん、お楽勝やな。スターがほんまに辛い。これ順番間違えた。いや間違えててもね、4位3位やから 5,4,3 なんでね。今ねしゃあないな。 それはお前もかそれはしゃあない。うん、余裕余裕。うわすげえ、さすが。全部大盛りでよかったね。ん、全部大盛りでよかったね。大盛りにしたら多分3位で終わるんだよ。くそ、うん、それはあかんな。ほんなら何したらよかったかな。どうしようかな。今度また考えとくわ。何もせんじゃええよちょっといたずら考えときます。いたずらすんなお、もうちょっと、もうちょっと。あ、はい、完食でーす苦しそうな。苦しくなってきた。また次いきますよ。はい、どうぞどうぞ、早して。和風牛丼。大盛りじゃない、はい、牛丼か。なるほど。ハイカラうどんとかなかった。ハイカラうどんはあったんちゃうかな、多分。でもある。うん、うどんの方が良かった。うどんの方が良かったもん。うまいから。ちょっともう米いいかなってなってそうやね、米が。卵欲しいよね。卵とかそういう気の利いたもんなかったね。卵忘れてたわ。じゃあいただきます。はい。中尾の牛丼って僕食うの初めて。あ、そう、うん、俺何回か食うことあるけど結構美味しいよね。うまいね。はい、いけるね。うまいです、うまいです。うん苦しいですか。ちょっときついな。これ2位やね。これ2位ですよ。あと次は親子丼。え、親子丼もう言ってるやん。まあいいかな思って言うとこかな思って、うん、あの心の準備がいいでしょ。今じゃないな牛丼ここに行っても牛丼ちょっと味濃いやん。濃いね。うん、お、もうちょっと、うん、うん、サラ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 っと。無理やまあ、無理や。もうちょっと、もうちょっと。苦しいですか。もう喋りかけんといて、僕に。ちょ、怒られた。あ、完食です。さあ、次は。親子丼でしょ。はい、親子丼行きましょうか。はい。どうぞ、親子丼。一番好きやのに、僕。中尾の親子丼初めて食った時の感動がさ、はい、もうほんまたまらなくてさ。あんまり食べたことないな俺。これめっちゃ美味しいで。これと、はい、ハイカラうどんをいつも食べとって。へ、これがもうスーパー美味しいから。そう、今じゃないけどね見て見て、はい、ちょっとトロトロでしょ。あ、ほんまや。なんていうの、卵汁みたいな。これはいはいはい、美味しいよね。あ、こことかね。うわ、半熟。え、じゃあいただきます。はい。うん、ああ、これ一回一発目に食ったら美味しかったよな。あ、うん、好きなやつはうまいよね、それは絶対ね、うん、苦しい苦しい。お、美味しそうに、美味しそうに。美味しいな、あ、美味しいな、うまそうやな肉肉しいあ、もうめっちゃ笑顔さあ、美味しくいきましょうか。あれあれ、箸が止まってる早く食べてくださいよ。早く。苦しい顔。苦しい顔しとるわ。ごちそうさまちゃうで。まだごちそうさまちゃうで。何をしてるの？何してるの？福野君。あ、本気出した。ごちそうさまでした。ええー、まだ残ってるから。これさ。このトロトロが、うん、いいやん、美味しいやん、うんうん、ご飯吸うてる
ご飯に吸うとんねん。旬のモードやね、完全に。どん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 量が増えてきとんねん、こっちは。早く食べな、ほんなら。僕の胃もどん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 膨らんできとんねん。もう、胃液と。聞かないしいわ。胃液っていうワードを出すな。はい。減ってる？今めっちゃ睨んだ。ちもちゃんの早く食えオーラがやばいね。いやいやいや、俺早く帰りたいねん。そんなこと言いません。ほんまやん。節子、節子、節子。なんで言うたんや、節子って。あの時に、うん、これからあったら節子めっちゃ喜んでたやろうな。うんうんうん、だから節子が、はい、これを食べれてたら兄貴がなんか盗みに行って、うん、ボコボコに縛られることもなく、うん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 、ね、大丈夫やったはず、うん、あんまりごめん、俺どんなやったか覚えてへんねん。何やねん。何やねん。で最後節子がさ、うん、キャバ嬢になる。えキャバ嬢になる。キャバ嬢、うん、そや、そんな落ちちゃったっけ、うん、嘘教えてるやろ。完全に完全に嘘やろそれ。何やねん、知らんのちゃうの。知らんくてもそれ信じへんで、めっちゃ現代っ子なってる。キャバ嬢って。節子、ごちそうさまです。はい、完食でーす。多かったですか。見て分からへん。でも言ったもんね、普通にね。いや普通ちゃうよ。あのおしぼりもらいましたね。あ、おしぼりね。あの口の周りね、もうね、ベタベタなんです。しょうが忘れてた。あれ、おしぼりが入ってへんね、これ。入ってへんけど。おしぼり忘れてるわ、俺。何やねん、もう。もうごめんから、しょうが食べといて。はい。あ、さすが柴さん、1位がしょうがみたいになってる、それ。